はい、どうもみなさん、こんにちは。千代田光です。名前を覚えて帰ってください。というのは、今回はですね、キングが登場したことによって帰ってきました。我らが最強の青ディフェンダーご紹介したいと思います。それでは、こちらです。どうぞ。ドドン、ナミですね。ホールケーキアイランド、ナミでございます。あのね、キングは余裕です。はっきり言って。もう、完全で全て解決してくれます。はい。で、まず何がいいのかっていうと、まず通常攻撃多段なんですよね。なんですぐに、もう3回とか稼げちゃうわけですよ。で、不用意に突っ込んできたら、とりあえずもうゼウス貼っときゃいいんですよ。で、ゼウスの網にかかったやつを、このゼウスブリーズテンポでワンパーンって持っていけるんで、全くキング怖くないです。本当に。ただ、ちょっと生き残ってるシャンクスが怖いぐらいで、まあでもね、通常攻撃振られる分にはダメージ一桁で抑えられるんで、そこら辺は全くノープロブレムなんですけども、やっぱりそのスキル1、強襲、あそこは怖いですね。ただまあ、そこら辺もこう、込みしても今の環境をバチバチにやっていけるこのナミさんをね、見ていただきたいなというふうに思います。はい。で、裏は、ルフィでやらせてもらいました。ルフィも、キング余裕です。はっきり言ってね。はい。で、キャラタイプはアタッカー、向けの人、ゾーン系、グランドラインと。いつもはね、新世界にしたんですよ。やっぱその、緑属性に強く出れるように。でも今回は、青属性ね、結構増えてきたんで、グランドラインに変えました。はい。ということで、164.9% でやってきたんでね、活躍の3連戦、どうぞ楽しんでいってください。それでは、ゴー！さあ、ということで、第一戦目やっていきましょうか。キング向こうに3体います。なんで、しっかり、守り散らかしていきたいと思います。お任せください。お守りますよ。ちょっと今日もね、若干ハイボールいただいてるんで、もしかしたら途中でゲップ出るかもしれないんですけど、それはちょっとお許しください。早っ！猛スピードやん！甘くないか、それ！あー、全然任せろ！全然余裕、全然余裕！ここ。はい、はい、はい、おしまいおしまい。はい、これです、これです。はい、もう、全然余裕です。キング。はっきり言って。負ける道理がないです。返すかったよね。ダウンしてる今。お？おい、いいダメージ入る、いいダメージ入る。一回引こうか。いや、もうちょっとね、これ貯める隙があればね、よかったんですけどね、僕のこの、通常でね。あまりにキングが早く来すぎたんで、全然ちょっと、想定の外でしたね。はい。これは、オッケーオッケー。守ろうか、じゃあ。ごめんごめん。遅くなった。流してくれ。負けませんから、僕。彼女に。はい、ここでしょ？で、これ一回貼っといて、はい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 。キングさん、そんなん聞きませんよ、僕。はいはいはい、大丈夫大丈夫。で、あー、ヤマトね。オッケーオッケーオッケー。いったれ！シャンクス！ナイス！オッケーオッケー、いいねいいね。ナイスコンビネーション。これまた、スキル残ってるんで、しかももう、雨フラッシュの方はね、雷フラッシュの方はもう溜まりますので、ただ、ブーストは来るという。これは緊急事態であり、ここでしょ？甘くないか、それ。はいはいはい、全然全然。通常直して、ここやらしといて、任せ任せ。入れ！雷入れ！入った！返すかよ！ワンパーン！何が起こった？やってくれるやん、マジで。これは仕方がない。邪魔が入ってしまったんで。カウンター。大丈夫。任せろ。あ、しぎ、そうそう、ナイスナイス。オッケー、いよいよ。で、こっちはもう大丈夫なんで、あ、切ったやろ、大丈夫。じゃあ、あっち行こうか。キングが来るね、爆速で。すごいやんちゃしてんな、みんな。ちょっと待てよ、しっかり溜めて。しきのフォロー行った方がよかったかな。うわ、やば。間に合うかな。あ、握りが、ちょっと大丈夫。あ、でもあっち知らん、あっち知らん。俺こっちやる。入って、ゼウス呼んどいて、はい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 。逃がさないよ。はい、大丈夫。行けー！よいしょー！強すぎる、マジで。これですよ、ナミちゃん。はいはいはい、あとはない。はい、僕のお待ちください。いや、強すぎるわ。シャンクスがおらんかったらこれですから、マジで。もうキング余裕です。鳥ばっか、マジで。ちょっと、今回もね、キングね、3体いるんですよ。もうこれ守り抜いたら本物でしょ。ただこの、広々としたステージ、ディフェンダーにとってマジ地獄なんで、どこまで
そのカバーしきれるかっていうところがね、あれですよね。課題ですよね。でも、マルコももちろん止めれるんで、波チャスは。まあ、そこら辺も楽しみにしてください。はい、大丈夫と思います。行きましょう。行ってんな、行ってんな。まず、クイーンで飛んでくるからな。それが厄介なよな。いや、マジ？やばいやばいやばい。これで、完全、オッケーオッケー、ナイス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 。こうしようか。あ、ごめん、俺が握っちゃった。悪いね。いや、裏行ってるしな。だから、これないよね、厄介なのは。問題なく倒せたとしても、ちょっと厄介。はい、じゃあ入って、それ甘いねんな。割りかし。はい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 。何が起こってんだ。ちょっと待ってね。縦横無尽すぎるな。さすがにジャスト入って、ワン、ツー、ドン、追尾さしといて。まだ来んの？はい、もう一回ジャスト入って、ワン、ツー、ドンさしといて。いや、しつけえな。一回、ずっと張ろうか。で、入れ。いや、待て。いや、待て。いけ！よし。いいダメージ入る。いや、ちょっと待って。武装中は怖い。ここ。え、いや、マジか。いやー、ジャスト入れてないか、ミスター。やばいやばい、任せろ。で、裏行ってるけど、無双してじゃん。まだ来る、シャンクス来る。ちょっと待って。なんでシャンクスにこう、怯えなあかんの？嫌やねんけど。ちょっと待って、でも。くそー、やってもうだ。ちょっと欲張りすぎだね、火力上げんの。いやー、どうしようかな。一回ルフィで行こうわ。まあ、ルフィでもしっかり枯れるんですよ。これ任してほしいな。行ってくれ。ここ。ワン、ツー、リノシュナイダー。いや、無理か。いや、これ、二人まとめていけ。ここ。いや、届かへんか。いや、届いたけど、ジャスト入られたんか。うん、ナイス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 。ちょっと握ってもらって。いや、真ん中握ればよかったかな。どっちかっていうと。握っていいよ、握っていいよ。どれが入った、入ったかん。あー来てるね、また。ここでしょ？相手にならない。離せ。はい。ワン、ツー、ワン、いやー待て、邪魔された。あ、それ、だ、誰？ちょっと待って。ここ！いや、シャンクス落とせねえか。いや、真ん中無理か。いやー負けちったか。まあ。でも、このステージはやっぱりちょっときついかな。さあ、ということでやっていきましょうか。第3戦目ですね。行きましょう。はい。シャンクスが2体もいます。もう2体になったらもうですね。本当に。なんか、なんならいない時の方が多いんで。あ、マジで？何が了解かよくわからへんけど。シャンクスね、なんか、ん？ちょっと待って。敵、滲み取ってへん。脳筋が過ぎるって。どういうこと？いや、これ、あれは歌の仕事やと思うんで、僕はいいや。オッケー、任せる。でも、自信が強いからな。大丈夫、俺がいる。ゼウス、差し出て、ここで、ワンパーン！強いね。任してください、ほんとに。キングは全、いや危ない！全部見ます、僕が。キングは僕は全部見るんで。飛んでくる。飛んでくるから、え、この距離飛んでくんの？結構斜めやったけど、嘘でしょ。はい、回復。はい、5、5、3、5、3、一桁。はい、聞けません。残念だったな、シャンクス。ここだ。ちょっと待って。うわ、チートや。あー、チーターや。ちょっと待って、本当に待って。え、それ楽しい？そのゲームね。一言聞くけど、はらす、はる、はい、全然大丈夫。ここでしょ？ゼウスなんとかして。ここを、やっつけちゃうしかないかしといて、全然大丈夫。あっち取られるのは仕方がないけど、それはもう無理やから。そんな、何個も守れません。まだ来た。さっき貼る。はい。来なよ。怖いね。雷が怖いね。ちょ、あっち引くか一回。あ、いいわ。
あちこあちこ。来た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 。かも、そう。もうルフィ余裕なんよね、はっきり言って。そう、これなんですよ。そんなに恐れることはない。あっちシャンクスとかもう知らないんで、僕は。うわ、一番嫌なやつ来た。ちょっと待って。で、これ守らないとな。はい、全然。あー、溶けちゃった。さすがに二人は無理やったね。じゃあ、ルフィで締めよっか。とりあえず、これ倒さないでね。裏吸収？いやー、マジか。ちょ、待って。ナイス。みんないいね。みんなスキルの応酬。裏か。あっちは、大丈夫やね。オッケー、ナイス。いやー、ちょっと今の逆転力、やっぱり、こういうところキング強いっすね。いや、助けられました。ありがとうございました。縄文地活躍。はい、ということで、ナミさん3連戦いかがだったでしょうか。結構強み見せれたんじゃないかなというふうに思ってます。はい。マリンフォードステージ、あそこのね、ちょっと広々としたステージ、そして、壁がないんでね、吹き飛ばされやすいっていう面では、ちょっと苦しいかなっていうところあったんですけれども、まあ、どこでしたっけ、ドレスローザとか、まあ、ワノ国だったりとか、ああいうところはね、本当にバカバカに強いと思うんで、ナミさん、まだまだやれると思います。本当に、完全に帰ってきましたね。環境に。マジでいいっすわ。まあ、キングが来たことによって、マジカラフルになりましたね。そのリーグに出てくるキャラクターが。だから、このキャラを使えばもう勝てるみたいなことがなくなったんで、なんかそれはもうマジでいいなと思います。もう、なんかもうじゃんけんですよね。どのキャラクターで行くかみたいな。はい。まあなんでしばらくはちょっとこうまんばらになるんじゃないかなっていうふうに思います。もっとこう煮詰まっていけばね、あ、このキャラがいいんだろうなみたいになってくると思うんですけど、とりあえずは今ちょっとね、こう、いろんなキャラをこうフィーバーされてるんで、それマジで今僕は楽しいですね。この環境は。はい。本当にキング様々だなというふうに思います。はい。ということでね、まあ今回はナミさんなんですけど、もっとね、僕は可能性のあるキャラね、ちょっと僕の中であるんで、今後ね、ご紹介していきたいと思います。それでは、今回ね、ここら辺で終わります。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。